昭和59年も多忙なスタートを切った笹川会長、青少年育成に、福祉に、また世界平和のために、世界は一家、人類は皆兄弟をモットーに、今年も精力的な行動を惜しまない笹川会長。それでは笹川会長の一日の行動を通して、会長の主な関係団体をご紹介いたしましょう。世界で最もたくましく、地球で一番若い人、笹川会長。昭和59年の年頭にあたり、新しい抱負と決意をいただきました。